理学療法士の女性は妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ異動とともにそれまでの役職を外された女性は損害賠償などを求めて病院側を訴えたが一審二審は敗訴していた弁論で読み上げられた女性の意見陳述書電話一本で降格し納得できる理由もない 働く女性が安心して子どもを産み育てるための法律はあるのに実情はそうなっていない一方病院側は人事上の合理的な裁量権の範囲内だなどと主張した書面審理中心の最高裁が弁論を開いたことから二審の判断を変更するとみられる働く女性が妊娠や出産を理由に不当な扱いを受けるいわゆる マタニティハラスメント来月23日の判決でどのような判断を示すのか注目される。